皆さんこんにちは、山山です。今日はですね、ベスパで軽くツーリングしてるんですけども、あることをね、検証したくてツーリングしてます。でそのあることっていうのは、まあ、どういうことかというと、これですね。リアショックを新品に交換しましたので、どのように変化があったのかを自分なりに検証しています。今回どうしてリアショックを交換しようと思ったのかといいますと、今年の夏はベスパで北海道に渡ってキャンプをしながらのんびりと1週間ぐらいのツーリングをしたいと考えています。このベスパはそんなに古いベスパではないんですけども、一応25年以上経過しているバイクになりますから、少なからずへたってる箇所が多々あるんですよね。安全に楽しいツーリングをするために、へたっている箇所をチェックして今年の夏までに少しでも直しておきたいんですよね。私のベスパなんですけども、リアショックがすでにへたっているんですよね。25年以上経過した現在はリアショックをこんな感じにして走っていました。ショックにホースバンドでゴム板をかまして、リジット状態にしてリアの足回りをガチガチに固めて乗り味を捨てていました。どうしてリアの足回りをガチガチにしているのかといいますと、プラグキャップを壊してしまうんです。段差などでフルボトムした時にボディがプラグキャップに干渉してしまって、プラグキャップをへし折ってしまうことがあるんです。結構頻繁にプラグキャップ壊していたので、これじゃコスパが悪いじゃないですか。いい機会ですので、このタイミングで新しいショップに交換してしまいます。運転に大きな支障があるわけではありませんが、乗り心地に関しては決して良いものではなく、かなり厳しい突き上げはありました。私も昨日今日のベスパ乗りじゃないですからね、ある程度ならいなせるベスパの乗り心地ですが、今回は長距離を走ります。この夏50の年に差し掛かる老体です。乗り心地の悪さは体の疲れ具合に必ず直結してきます。そこら辺は気合でどうこうなる年じゃありませんから、疲れて集中力が低下すれば安全運転ができなくなる可能性があります。楽しみにしていたツーリングでの事故だけは絶対に避けたいのは誰もがそうですよね。また同時にブラックキャップの破損も避けたいのは言わずもがなです。それでは新品のショックをつけていきたいと思います。どのリアショックを買えばいいのかと時間をかけて結構悩んだんですけども、結局のところどれが良いのか分からなかったので、結果的にはノーマルを選択することにしました。当然なんですけども全然違います。今までは先ほども見ていただいた通りのリジットになっていたんで、本当に突き上げがすごかった。短い距離であれば、まあ、我慢はできますけども、長距離になるとやはり疲れた体にいろいろと影響してきちゃうと思うんですよね。まあ、これでね、リアサスペンションのネガティブなところはなくなったと思います。
まあ、今回北海道行くときは、まあ、ライトウェイトっていうかあまり荷物は持っていかないようにしようとは思ってるんですね。たくさん持っていっても結局使わなかったりするものが多いんですよ。ですので本当に最低限の荷物だけ持っていって、まあ、本当にもうどうしようもなくなってしまったらライダーハウスに泊まったりすればいいかなと思って、荷物は極力少なくしたいと思うので、まあ、この状態でもうバンクをしてね、ここのクラウドキャップを破損するような、まあ、そういった事故は起こらないんじゃないかなというふうにもう予想はしてます。あとはまあワイヤー関係ですね。ワイヤー、特にこちらのクラッチワイヤー間違いなく切れるんで、スペアを持って行って、まあ、スペアもここに入れてあるんですけども、切れた時は交換するというスタイルで行きたいなとは思ってます。はい、何十年も乗ってるんで、まあ、自分的には北海道を一周するぐらいは別にベスパでも全然できると思ってます。エンジンがぶっ壊れるとか CTI が飛んじゃうとかそういったことももちろん絶対ないとは言えないんですけども、だけどそれはどんなバイクでも一緒だと思うんですよね。まあ、KLX の250も持ってるんですけども、今回はベスパで北海道に行ってみたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。どうもありがとうございました。